スマートシティインスティテュートの中本でございます。今日も大変お忙しいところ、このウェビナーにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。はい、毎度でございます。この時期になるとですね、こう、日々メールでいろいろとやり取りしてますと、えっていうのが増えるんですね。何かっていうとですね、皆さん人事異動の季節でございまして、実は異動になりました。実は昇格いたしました。実はうんぬんという連絡が引き出しに入ってきます。ということで、まあ、ご栄転ということもありますけれどもね、まあ、プロジェクトがこれから先止まっちゃうときもあるな、なんていう、そんなような気持ちになるときもあるんですけども、まあ、4月に向けてということで、皆さん、まあ、春を迎える前の、風物詩かなというふうに思います。今日はですね、全体で304回目になりました。で、シリーズで言うと、自治体シリーズになりますね。で、トピックもね、ホットトピックですね、脱炭素という形になります。はい、題しまして、川崎市の脱炭素社会の実現に向けた取り組み、脱炭素アクション溝の口プロジェクトのご紹介ということで、ゲストスピーカーをご招待したいと思います。川崎市環境局、地球環境推進室、戸板さん、お入りください。それから、富士通未来社会&テクノロジー本部さん、どうぞお入りください。ということでですね、中田のお話をお聞きした後ですけども、書き込みを含めまして、ディスカッションという形で進みたいというふうに思います。戸板さん、じゃあお願いできますか。はい、わかりました。じゃあちょっとまず画面共有させていただきますので、お待ちください。私ですね、今のご紹介いただきました、川崎市環境局地球環境推進室の戸板と申します。よろしくお願いいたします。本日、このような場にお招きいただきまして、感謝申し上げます。政令指定都市の中でですね、最大の CO2 排出都市である川崎市はですね、2020年11月に脱炭素戦略、川崎カーボンゼロチャレンジ2050というものを策定しですね、脱炭素への取り組みを積極的に推進をしているところでございます。本日は2050年の脱炭素社会の実現を目指すために取り組む5大プロジェクトの概要を紹介するとともに、脱炭素化に資する身近な取り組みや先進的な取り組みを集中的に実施し、取り組みの効果や利便性を実感してもらうことで、市民一人一人の環境配慮型ライフスタイルへの行動変容を促進する脱炭素アクション溝の口の取り組みについてもご紹介をさせていただければと思います。簡単にですね、自己紹介させていただければと思います。私はですね、川崎市に入庁後、まあ、20年余りですね、廃棄物行政中心に従事をさせていただいておりまして、まあ、昨年度から地球環境推進室で温暖化対策の仕事をさせていただいております。まあ、廃棄物行政ではですね、一般廃棄物処理基本計画の策定ですとか、排出事業者指導、災害廃棄物処理、食品ロス対策など多様な業務を経験させていただきましたが、資源循環などですね、温暖化対策につながる業務が多く、まあ、あらゆる事業がですね、温暖化対策に関連しているんだなと感じているところでございます。現在地球環境推進室ではですね、まあ、共同推進担当として2050年の脱炭素社会の実現に向けて、市民、事業者などあらゆる主体の参加と共同により気候変動の緩和と適用に取り組んでいるところでございます。では川崎市のですね、脱炭素に向けた取り組みについてご紹介をさせていただきます。はじめに本日のメニューでございますけれども、1つ目として川崎市の特徴、2つ目として地球温暖化とは、3つ目として川崎市地球温暖化対策推進基本計画について、4つ目に市民事業者との共同事業である脱炭素アクション溝の口についてご紹介をさせていただきます。はじめにですね、川崎市の特徴でございます。簡単にですね、川崎ってどんな町なのかというのを紹介をさせていただきます。川崎市はですね、東西に31キロ、南北に19キロあり、長細い地形となっております。地域特性は大きく分けて3つに分かれておりまして、緑に塗られた北部の琉球部はですね、住宅市街地に里山が点在し、ピンクの中部は拠点となる駅を中心とした商業および
住居地域を形成しているところでございます。青のですね、南部につきましては東京湾に面して石油コンビナートや鉄鋼業など工業が多く立地をしております。また川崎市はですね、大正13年に市として誕生し、昭和47年に政令指定都市となって現在に至るところです。まあ、来年度についてはですね、高津区だとか多摩区、宮前区、麻生区といったような区が誕生50周年を迎えるというところになってございます。また面積はですね、 144.35km² ということで、もし市の形がですね、正方形であったなら、縦横12キロとイメージしていただければですね、大体そのくらいの面積になるかと思います。ちなみにですね、山手線内の面積というのがおおむね63から65キロメートルですので、その2倍ということになります。場所はですね、東京と横浜市の間に位置しているところでございまして、人口は約154万人、日本の人口が減ってきている中でも市の人口はですね、増え続けているところでございます。理由はいくつか考えられますけれども、東京にも横浜にも近くてですね、羽田空港からは国内外への航路がありまして、JR 川崎駅からはですね、一駅で品川駅ですので、そちらから新幹線に乗ることもできるということで、非常にアクセスが良くてですね、またその割には隣接する大田区だとか世田谷区よりも家賃も値頃といったようなところ、また農地や里山などのですね、自然も残っているといったところが一因かなと考えているところでございます。川崎市のですね、産業の特徴といたしましては、南部に重化学工業が盛んでございまして、鉄鋼業大手のですね、JFE スチールですとか、石油精製のエネオス、化学工業品を製造している昭和電工、旭化成、さらに食品製造の味の素など世界に展開している企業が多く立地をしているところでございます。またピンク色で囲まれた中部では、電気電子自動車等の工業製品生産などを行っている、東芝、NEC、富士通などございます。一方でですね、北部地域、大規模な住宅地を形成し、社会福祉施設や研究機関、大学等が立地をしているところでございます。次にですね、2の地球温暖化とはということでございますけれども、こちらも簡単に説明をさせていただきます。もうご承知だとは思いますけれども、地球温暖化のメカニズムというのはですね、温室効果ガスが増えることで地球の気温が上昇するといったような現象でございまして、具体的にはですね、図にございますように、まずですね、太陽から地球に毎日大量のですね、熱が届いております。しかしながらですね、ほとんどの熱は反射して宇宙に逃げております。熱の一部は大気中の CO2 などの温室効果ガスに吸収をされます。吸収された熱は地球を程よく温めると、こうしてですね、地球の平均気温というのは約14度に保たれているところでございます。しかしながら産業革命以降ですね、化石燃料を燃やしてエネルギーに利用してきた結果、森林や海が吸収できる量以上のですね、CO2 を大気中に排出したことで、大気が吸収する熱が大きくなって地球温暖化が進んでいるところでございます。もし地球のですね、大気に CO2 がなかったとすると、太陽の熱は宇宙に逃げてしまうため、地球の平均気温というのはマイナス19度になってしまうと言われております。平均気温がですね、マイナス19度ということになりますと、海は凍りますし、人間を含めて現在地球上に存在する生物のほとんどは生きていけないということになります。このようにですね、本来ならば CO2 は地球に生物が住める環境を保ってくれる重要な役割を果たしているところでございます。ちなみに日本の CO2 排出量は世界5位であり、
日本もですね、CO2 排出大国となっているところでございます。次に地球温暖化に伴う気候変動の影響について見ていきたいと思います。気候変動の影響はですね、遠い未来や遠い国の話ではなくて、人類全体の共通の課題となっているところでございます。地球温暖化対策の影響により、写真にあるようにですね、北極などの氷が溶け出すことで海水面が上がり、海岸が浸食をされたりですね、令和元年東日本台風のような大規模な自然災害も発生をしております。2021年8月に公表された IPCC 第6次報告書では、人間の影響が大気、太陽及び陸域を温暖化させてきたことは疑う余地がないとされておりまして、地球温暖化が人類の活動によって引き起こされているということが明示をされました。地球温暖化を止めるためには温室効果ガス、特に CO2 をこれ以上増やさないということが重要となってまいります。2015年にパリで開かれた温室効果ガス削減に関する国際的取り組みを話し合う国連気候変動枠組み条約締約国会議と、通称 COP と言われているものがですね、合意されまして、パリ協定では2020年以降のですね、新たな温暖化対策の世界的な枠組みとして、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2度より十分低く抑え、さらに 1.5 度以内に向けて努力をするとの長期目標が掲げられているところでございます。また IPCC が2018年に発表した 1.5 度特別報告書では、気温上昇を 1.5 度に抑えるためには世界の CO2 排出量を2050年前後には実質ゼロに抑える必要があると記載をされているところでございます。ではですね、実際にどれぐらいの気温が上昇が起きているのか、グラフでご覧ください。お示しいたしましたグラフはですね、世界全体の年平均気温の経年推移になります。統計処理により、引きました赤いトレンド線を見るとですね、1919年から2019年の100年あたりで 0.74 度気温が上昇していることが分かります。次に国内における年平均気温の経年推移についてですけれども、赤のトレンド線を見ると1919年から2019年の100年あたり 1.24 度と、世界全体よりも早いペースで気温が上昇していることが分かります。次にですね、市内の気温の状況についてでございますが、川崎市内では、1985年からですね、2019年までの35年間のデータを集計しておりまして、35年あたりのですね、気温というのは市内南部のですね、大市で 1.61 度、中部の中原で 1.8 度、北部の麻生で 1.92 度の割合でそれぞれ上昇をしているところでございます。市内の気温が世界や国内に比べ大きな幅で上昇をしているところでございます。原因といたしましては、気候変動に加えて、ヒートアイランド現象の影響が上乗せされているためと考えられます。次にですね、川崎市地球温暖化対策推進基本計画についてご紹介をさせていただきます。川崎市地球温暖化対策推進基本計画というのがございまして、こちらはですね、世界共通の課題である地球温暖化への対策として温室効果ガス排出量の削減目標や市の取り組みについて定めた計画でございます。川崎市では2018年3月に川崎市地球温暖化対策推進基本計画を改定し、2050年の低炭素社会を目指した計画としておりましたけれども、パリ協定などを脱炭素社会を目指す流れが加速してきたことから、
本市では2020年11月に脱炭素戦略川崎カーボンゼロチャレンジ2050を作成し、脱炭素化の取り組みをスタートいたしました。現在、脱炭素化の取り組みを一層加速させるため、川崎市地球温暖化対策推進基本計画の改定に取り組んでおりまして、この3月末にですね、公表する予定となっているところでございます。ただいま、脱炭素を目指すと申し上げましたけれども、現在のですね、CO2 排出量というのは、2259万トンで、1990年とですね、比較して540万トン CO2 削減しておりますけれども、政令指定都市ではですね、トップの排出量となってございます。次に CO2 排出量のですね、部門別構成比についてですけれども、川崎市というのは京浜工業地帯を抱えておりまして、産業系のですね、排出部門の割合が全国平均のですね、約 48% と比べて、約 77% と突出して高くなってございます。次にこういった特徴を持つ川崎市がですね、どのように脱炭素、地球温暖化対策に取り組んでいるのかというところを説明させていただきます。今回のですね、計画の主な改定ポイントというものが3つございまして、ポイントの1つ目はですね、2050年の将来ビジョンの明確化でございます。エネルギー視点、市民生活、交通環境、産業活動視点など、さまざまなですね、アプローチで2050年のビジョンを具体化するとともに、川崎臨海部が首都圏の脱炭素化に貢献する姿をイメージ化しています。ポイントの2つ目は、2030年度の削減目標の設定でございまして、温室効果ガス等の削減目標として、地域全体では2030年までに2013年度比で 50% 削減という非常に高い目標を設定しているところでございます。先ほど説明いたしましたが、政令指定都市の中で一番多くの CO2 を排出している川崎市が、脱炭素社会の実現に向けて高い目標を掲げたということはですね、非常に意味のあることだと考えてございます。次に、この高い目標をですね、どうやって達成していくのかというところがですね、ポイントの3つ目になりますけれども、計画には将来ビジョンとして2050年の地域の温室効果ガス排出量実質ゼロを目指すとしておりまして、8つの基本的方向性と40の施策をですね、設定するとともに、特に事業効果の高い重点事業を5大プロジェクトとして実施計画に掲載をしているところでございます。次に5大プロジェクトの内容についてご説明をさせていただきます。1つ目のプロジェクトですが、地域エネルギー会社を中核とした新たなプラットフォーム設立による地域の再エネ普及促進プロジェクトでございます。2030年の再生可能エネルギー導入目標33万キロワットの達成に向けて、多様な主体が参画する地域エネルギープラットフォームを設立し、地域の再生可能エネルギー等の普及拡大を図ってまいります。主な事業としては、地域エネルギー会社等の新たなプラットフォームを設立し、地域の再エネ利用拡大をする取り組みとなってございます。2つ目のプロジェクトですけれども、川崎臨海部のカーボンニュートラル化、市内産業のグリーンイノベーション推進プロジェクトでございます。川崎市に集約する環境技術、産業、研究開発機関を最大限に生かし、川崎臨海部のカーボンニュートラル化を目指すとともに、市内産業のグリーンイノベーションを推進してまいります。主な事業といたしましたら、川崎カーボンニュートラルコンビナート構想に向けた取り組みなどとなってございます。3つ目のプロジェクトですが、市民事業者の行動変容再エネ普及等促進プロジェクトでございます。脱炭素社会のですね、構築に向けては、国民一人一人のアクションが必要不可欠でございます。本プロジェクトでは、
従来の普及啓発、環境学習の取り組みに加え、市民事業者が自然と行動変容につながっていく新たな仕組みを構築をしてまいります。主な事業としては後ほど改めて説明させていただきますが、溝の口で現在実施している脱炭素モデル地区の展開ですとか、脱炭素先行地域づくり、家庭から排出されるプラスチックごみの一括回収に向けた取り組みなどとなってございます。4つ目のプロジェクトでございますが、交通環境の脱炭素化に向けた次世代自動車等促進プロジェクトでございまして、我々の普段の生活や事業活動と交通は密接に関わっているため、交通分野の脱炭素化に向け、車両、船舶の次世代自動車等への転換を図るとともに、行動の最適化による CO2 の削減を図るため、都市機能の集約化を推進してまいります。主な事業といたしましては、EV の普及に向けた取り組みや、歩いて暮らせる街づくりに向けた拠点整備や、公共交通による駅へのアクセス向上に向けた取り組みなどとなってございます。はい、5つ目のプロジェクトですけれども、市公共施設の再エネ 100% 電力導入等の公共施設脱炭素化プロジェクトでございます。市役所自らが率先して再エネや次世代自動車を導入することで CO2 排出量の削減に貢献するとともに、市民事業者の取り組みの模範として地域の脱炭素化の取り組みを拡大するものでございます。主には2030年度までに、全ての公共施設へ再エネ 100% 電力の導入、設置可能な施設の半数に太陽光発電設備の導入、全ての公用自動車へ、次世代自動車の導入といったことを行っていく予定としております。次にですね、4の脱炭素アクション溝の口について紹介をさせていただきます。脱炭素アクション溝の口はですね、川崎カーボンゼロチャレンジ2050のですね、第一の柱として位置づけられておりまして、また基本計画では5大プロジェクトにも位置づけられている事業でございます。内容といたしましては、溝の口周辺地域で脱炭素化に資する身近な取り組みや先進的な取り組みを集中的に実施し、取り組みの効果や利便性を実感してもらうことで、市民一人一人の環境配慮型のライフスタイルへの行動変容を促進し、脱炭素社会を目指すものでございます。脱炭素アクション溝の口を進めていくためにはですね、行政だけではなく事業者団体との連携が必要となりますので、脱炭素アクション溝の口推進会議というものを設置いたしまして取り組みを進めております。現在28団体と連携をしているところでございます。主なメンバーといたしましては、富士通様、東急様、アマゾン様、川崎信用金庫様など多様なですね、業種団体の方々にご参加をいただいているところでございます。また溝の口エリアで新たな取り組みのアイデアを創出し、その実現のために参画したい事業者団体の連携により企画仕組み作りを行うプロジェクト創出部会というものを設置をしております。この後ですね、富士通様から川崎市の脱炭素社会実現に向けた取り組みについてご紹介をいただく予定ですけれども、ちょっとその他のですね、取り組みについて具体的にどんな取り組みが展開されているかを紹介させていただきます。こちら脱炭素アクションのパンフレットになりますけれども、高津区役所など4つの公共施設ではですね、令和3年4月から再生可能エネルギー 100% が導入されているほか、すでにですね、駅前の丸いファミリー溝の口やノクティプラザも再エネ 100% で営業をされております。また左下のですね、カジガヤにはですね、水素ステーションが設置をされていたり、JR 武蔵溝の口駅にはですね、自立型の水素エネルギーシステムといったものが導入され、溜めた水素を夜間や非常時に活用するなど、水素関連の取り組みも進んでいるところでございます。
また市民が気軽に利用できる身近なサービスとしてですね、右側になりますけれども給水スポットやシェアサイクル、シェア傘のサービスといったようなものも展開されてございます。また右下になりますが2023年にですね、竣工予定の立花処理センターというゴミ焼却場があるんですけれども、そちらは焼却時の熱を利用して、CO2 を出さない電気を発電いたしまして、場内で使用する電力のほか一般家庭1万3000世帯相当分のですね、電力を賄うことができます。今紹介いたしました通り、溝の口周辺を脱炭素にする製品やサービスのショーケースとして多くの取り組みを展開しておりますので、ぜひですね、近くに来た際にはシェアリングサービスなど身近なサービスご利用してみていただければと思います。先ほど紹介いたしました取り組みにつきましては、多くの市民の方に知ってもらって、取り組みの効果ですとか利便性を実感してもらうことで、市民一人一人の環境配慮型ライフスタイルへの行動変容を促していくといったことが重要となります。今年度はですね、知ってもらう取り組みとして、特設ウェブサイトの開設や PR 動画の作成、イベントの開催、ロゴマークやリーフレットの作成、セミナーの開催などによってですね、広報といったものを実施しております。脱炭素アクション溝の口のホームページではですね、川崎市の総合科学高校という高校があるんですけれども、そこの放送部とですね、コラボで作成した紹介動画なんかっていうのもですね、掲載をしておりますので、ぜひご覧いただければと思います。ここまでですね、地球温暖化の課題、基本計画の改定、脱炭素アクション溝の口の取り組みを紹介させていただきました。最後になりますけれども、子どもたちがですね、安心して豊かに暮らせる脱炭素社会に向けてお願いをさせていただければと思います。地球温暖化問題はですね、すでに気候変動から気候危機へとステージが移行し、次の10年が未来を決める決定的な10年になると言われておりまして、残された時間というのはですね、極めて短くなってございます。あらゆる主体が危機感を共有し、2050年の脱炭素社会の実現に向けて、市民、事業者、行政が一丸となって取り組みを加速していく必要がございます。地球温暖化対策を決して他人任せにすることなく、自分ごととして考え、行動することが非常に大切になってまいります。みんなで脱炭素社会の実現に取り組んでいければと考えております。よろしくお願いします。以上で説明を終わらせていただきます。ご清聴いただきありがとうございました。で、富士通桁さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。画面共有させていただきます。画面見えておりますでしょうか。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。では、ただいまご紹介に預かりました、富士通の、未来社会&テクノロジー本部の池田と申します。私自身はですね、川崎市様とのまちづくりを支援させていただいておりまして、で、私からですね、実際に川崎市様と脱炭素社会実現に向けて、どのような取り組みをしているかについてお話しさせていただきたいと思っています。大きく2点お話しできるかと思ってまして、そもそもなぜ川崎市様と我々がまちづくりに関して連携を進めているのかということ、そして先ほど豊田様から話のあった脱炭素アクション溝の口でどのような取り組みをさせていただいているかについてお話しさせていただきたいと思います。で、まずはですね、川崎様の連携についてということでお話しさせてください。で、なぜですね、我々がこのようなテーマに取り組むかということなんですけれども、それは富士通のパーパスにございます。イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと、これをまちづくりに置き換えると、川崎市の社会課題に着目して、それらを我々のデジタル技術によって解決していくことが富士通の存在意義であると考えています。で、その中でも今回は脱炭素社会の実現に向けて川崎市様を支援させていただいていると
ということでございます。この資料はですね、先日当社が定義した重点領域とキーとなる技術群でございますが、まあ、我々はですね、ここで定義している5つのキーテクノロジー、コンピューティング、ネットワーク、AI、データ&セキュリティ、コンバージングテクノロジーを活用して、社会課題解決を目指していくというのが我々の本部のミッションでございます。ではですね、なぜ我々が川崎市でまちづくりをさせていただくかなんですけれども、大きく3つございます。1つは川崎はですね、富士通の発祥の地であり、まあ、今でも富士通グループが2万6000名働いていますということで、強い関係性があるということで、2つ目はですね、南武線武蔵中原駅にある川崎工場を活用した実証の場があるということで、3つ目はですね、働く人材だけじゃなくて、まあ、実際に6000名以上の従業員が川崎市に居住して、で彼らの声をですね、市民の声として吸い上げることができる。このような優位性を生かしたまちづくりを、まあ、推進していけることが川崎市様で我々がまちづくりをさせていただく理由ですということです。でですね、昨年6月にはこのようにプレスリリースを発信させていただきまして、大きく4つのテーマを定義しています。1つが健康、もう2つ目が安全安心、3つ目は環境、で4つ目が仕事暮らしと。ということで、まあ、今回お話しさせていただくのは健康の文脈になるんですけれども、川崎市様と社会課題に向けてこのように取り組みを実施させていただいて、さらにより連携を強化していくといったところを発表させていただいています。で我々ですね、川崎市様で この4つの重点テーマに沿って、川崎工場を中心に環境の町溝の口や、我々のグループ会社であるフロンターレのホームグラウンドの轟緑地、そして集客の場としての武蔵小杉、川崎駅などと連携した街づくりを目指していきたいと考えています。ここまでは川崎市の連携の背景についてお話しさせていただきました。で、ここからは脱炭素アクション水の口での取り組みを一部ご紹介させていただきたいと思います。で、我々はですね、脱炭素アクション水の口で川崎様の課題の一つである市民の環境配慮行動に向けた意識改革の取り組みを支援させていただいております。で、今年度は実際にどのような市民へのアプローチが市民の意識改革行動変容につながるのかを、さまざまな事業者様と連携しながら実証を繰り返してまいりました。で、今年度はより来年度はですね、よりこれらを我々の強みであるデジタルを生かした取り組みにしてまいりたいと考えているところでございます。では皆さん、ここでご質問なんですけれども、屋台で以下のような選択肢があった場合、皆さんはどちらを選ぶでしょうか。一般的な使い捨ての容器 と、商品代金にプラス50円していただいて食品廃材を活用した循環型の食器、この2つがあった場合どちらを選択されますか。私はですね、まあ、この情報だけですと、やはり正直使い捨ての容器を選択してしまいそうなんですけれども、まあ、このような実証をですね、先日フロンターレのホームゲーム轟陸上競技場でですね、そこで出している屋台のちゃんこ屋さんに協力いただきまして、実証実験をしてまいりました。実はですね、結果として1時間半で用意した100個の容器が完売してしまってですね、実にこの1時間半の間で 53% の人が循環型食器を選ばれたということが分かりました。で、この結果にはですね、例えば属性であるだとか、ファン同士の同調効果などの行動の因果があるんじゃないかと考えておりまして、やはりこのような現場実証を通してですね、どのようなアプローチが市民の自発的な環境行動につながるかといったところを、川崎様と一緒になって今後検討していくといったところと、ここに対して我々のデジタルを活用していくといったところが今後考えていくことであると考えています。最終的にはですね、我々はこのような実証を通して環境行動の可視化と行動属性に合わせたレコメンド、それぞれによってですね、これまで環境を意識せずに利便性のみで生活していた市民が環境と利便性の両面で生活していく世界を目指していきたいと考えています。そしてですね、その先には環境に限らず、川崎市様と定義した4つの重点テーマに合わせて、市民がですね、自発的に例えば健康に良い行動をとるであるだとか、安心安全に関する良い行動をとるなどですね、そのような社会課題に資するですね、活動が、循環するまちづくりを川崎市様ともに、目指していきたいと考えております。簡単ではございますが、私からのご説明は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。
はい、準局の土屋です。ありがとうございます。ちょっと今の南雲の質問の、背景がちょっと私もうまく取れなかったんですが、川崎様、企業市民が非常に中心であるということで、今回この、脱アクション、溝の口ですね、の取り組みというところで、それですけど、やっぱその市民の皆様の捉え方みたいなもの、反応とか、そのあたりっていうのはもうすでに何か出てきておりますでしょうか。そうですね、脱炭素アクション溝の口はですね、昨年発足をしたところで、まだそんなに具体的な活動というのはあれなんですけれども、先ほどのスライドでちょっと説明させていただいたみたいに、市民が参加できるようなイベントをですね、参加事業者の方々と取り組んで一緒にやらせていただいたり、その参加事業者さんそれぞれがもう脱炭素にする製品だとかサービスといったようなものをですね、展開をされてますので、ちょっとそういったものを動画としてですね、こう駅前の大型ビジョンがあるんですけれども、そういったところで流させていただいたりして、市民の方にもですね、そういった取り組みちゃんとやってるんだと、で、自分ごととして取り組んでくださいといったようなアピールですね、させていただいているところでございます。ありがとうございます。やっぱそのね、行動変容を起こすというところが非常に重要なところで、これは別にその環境問題だけじゃなくて、まさにスマートシティの中でも市民参加の、ね、取り組みの中でもすごい参考になるような事例がこれからたくさん出てくるんじゃないかなというふうに思いますですね。そのあたりはこれから まさにいろんな実証、先ほどの藤井さんじゃないですけど、実証しながら検証していくというような、今そういうフェーズということですかね。そうですね、なかなかこう市民生活の部分での CO2 の、削減っていうのを測定するのがですね、ちょっと非常に難しいといったようなところはあるんですけれども、やっぱりそういった市民にまずは知ってもらって、製品だとかっていうのはやっぱ本当一番いいのはこう知らず知らずにでも自然と使ってもらって、電気なんかも再エネ、発電事業者さんがですね、すべて再エネにで発電してれば、知らずのうちに CO2 排出ゼロの電気使ってるっていったことにもなるかと思いますけれども、そういったできれば気づかないでも、そういった脱炭素の生活ができるっていうのが、一番いいのかな、意識しなくてもそういった方向に進んでいくっていうのはいいのかと思いますけれども、ちょっとまだ今の段階ではやっぱりそういったところまではなかなかたどり着かないかと思ってますので、積極的にですね、広報だとか、イベントだとか、セミナーとかもそうですけれども、市民を巻き込みながらですね、やっていくことが大事かなと考えてます。なるほど。そうですね。さっきプレゼン見てあれですけど、いろんな事業者さんでも再エネ 100% をこう実現されて、運用されてるということですよね。その辺は、すみません。私も初めて知りました。で、ちょっと話戻っちゃうんですけど、川崎さんって、その政令指定都市の中でも、一番の排出量ということで、それはなんとなくそうなのかなという感じにしたんですが、これまでも、そうは言いながらも 20% ぐらい削減されてきて、排出量がですね、減ってきてるというところなんですが、これまでのその2割減みたいなところは、どういう取り組み、具体的な何かアクションみたいなものの成果というふうに捉えられたんでしょうか。そうですね、川崎市についてもですね、今までもやっぱり川崎市ってもともとすごい公害がですね、結構騒がれていた町でですね、公害を騒がれてたところから克服してきたといったようなところで、技術が非常に高い産業事業者さんいっぱいいらっしゃいまして、そういった CO2 の排出についてもですね、先ほど産業系が大体 77% ぐらい占めるということでですね、ご説明をさせていただきましたが、そういった事業者さんのですね、何ですかね、技術力だとか、あとはもちろん市民の
市民もですね、非常にこう意識の高い方っていうのは川崎市すごい増えておりまして、まあ、私は以前廃棄物行政ずっと携わってたんですけれども、ここ3年ぐらいはですね、ゴミの排出量も、まあ、1人当たりのゴミ排出量になりますけれども、まあ、政令市ではですね3年連続で一番少ない都市というところでですね、本当に企業の意識も高いですし、まあ、市民の意識も高いといったところに加えてですね、まあ、市の方でも多量排出 CO2 を多く出している事業者様に対してはですね、まあ、CO2 の報告書制度を作ったりだとか、市民に向けては、普及啓発積極的に行わせていただいたといったようなところでですね、まあ、20% 程度の削減といったような効果が出ているのかと思っています。ございます。それでまあ今後さらにこの 50% の削減目標というのを掲げられているということでありますけれども、この具体的なこの5割削減に向けてのこう何ですかね、因数分解というの民生用とか、まあ、排出源別にとか、まあ、いろんなブレイクダウンをされていると思うんですが、このあたりのところは少しもう少し詳しく、もし可能であれば教えていただければと思いますけれども。はい、ウェイトについてはですね、ちょっとだけお待ちいただいてもいいですか。今の2030年に向けてはですね、市全域でまあ 50% 削減というところで目標を立てておりますけれども、民生系ですね、では 45% 以上、2030年度比になりますけれども 45% 以上、産業系では 50% 以上ですね。また市役所の目標としてもですね、2030年までに 50% 以上を削減するといったような目標を掲げておりまして、トータルでは 50% ということになっております。またですね、川崎市で一番排出量多かったのはですね、まあ、1990年ぐらいになるんですけれども、まあ、その時と比べるとですね、57% を削減するといったような目標になってますので、だいぶ高い目標というのを立てさせていただいているところでございます。はい、ありがとうございます。はい、それで、ちょっと、まあ、今日の本題は、まさに、市民向けの行動変容というところなので、ちょっとそちらの方にお話をさせていただきたいんですけど、ちょっと富士通の池田様の方に、先ほど POC っていうような形で、はい、フロンターレの一緒っていうのがやられてるということなんですが、はい、まあ5割あれはもう自然に特に普通に選んでもらって5割っていう数字が出てた。あ、そうですね、当然声掛けとかもやらせていただいて来ました。ただ一方でそこに対してその強制するようなことは当然やってませんし、まあ、案内するレベルで認知いただくということをまず働きかけとしてやってきたというところで、1時間半でですね、100個ですね、用意した容器が売り切れたということですね。なるほどね、はい、それってあれなんですかね、まあ、もうちょっと比較のしようがないんであれですけども、まあやっぱそういう先ほども話ありましたけど、競技場スタジアムのっていうところで、まあそのファンの皆様が多分買われたということで、ちょっとまあ皆さんがこう何て言うんですかね、仲間意識の中で誰かが選ぶとみんな選んでいくとか、そういう効果があったりとかね。うんうん、そう思います。フロンターレのファン、フロンターレ自体こう SDGs だとかこう地域密着だとか、そういうところに力を入れてるのもありますし、うん、まあ、そういうのがファンに浸透してるということで、まあ、属性という意味でも、かなり優位性の高い属性に対してアプローチができたというのもありますし、その今、土屋さんがおっしゃったように、周りのファンの方々が やっているということに同調効果みたいなところがあったんじゃないかなというふうに思っています。これ、現場に出てですね、実証したからこそ見えたことであって、まあ、こういったものを積み重ねていくということの重要性もですね、この実証から感じたといったところでございます。なるほど。これ今後また同じようなこととか、まあ、また別の形での何か更新に向けの POC というか実証みたいなことっていうのをこれからもやられていくということだと思うんですが、具体的に何か予定とかあったりする？そうですね。今まさに豊田さんたちと連携させていただいて、脱炭素アクション水の口に参画されている企業さん、例えば水の口にある丸井さんとかと連携して、
その丸井の店舗の中で何か行動変容にするアプローチを市民来られた方にさせていただいて、じゃあその時がどういう行動をしたのかみたいなところの実証も含めて今企画をさせていただいていますし、まあ、当然それだけじゃなくて POC で終わらないその先も含めて豊田さんと、あとはそこに参画されている企業さんとディスカッションし始めているというのが今のステータスでございます。はい、ありがとうございます。池田様に申し上げると、市民の行動の変容を興味深く聞かせていただきましたということで、はい、何か KPI のものもセットされていますでしょうか。また行動変容を加速するためには環境に関する良心に訴えることに加えて何かインセンティブを加えるとか、まあ、そういう方法も考えられておりますかということですけど、このあたりいかがでしょうか。ありがとうございます。 KPI については正直まだ具体的に設定というのはこれからではあるんですけども、例えば環境省が定義しているカーボンアクション30みたいな、まあ、そういった行動を市民に取っていただくためにどうしたらいいかみたいなところの対象とするアクションといったところは定義し始めていて、じゃあそれをじゃあどうし何人の市民にどうさせたいかみたいなところの KPI はまあこれからといったところでございますというのが一つ目の質問に対する回答で、でインセンティブのお話なんですけども、まさに選択肢の一つとして我々も考えております。ただ一方で、その今土屋さんのご質問にもあった通りですね、先日丸井さんとの実証の中で、インセンティブがなくても環境にいい行動をする人っていうのが一部出てきたりしたので、まあ、そういった方々に対しては、例えばインセンティブじゃない別のアプローチが必要ですし、じゃあ逆にインセンティブがあれば動くという市民に対しては、インセンティブを与えながら行動を促していくと。市民それぞれに合ったやり方っていうのを我々がデジタルによってこう市民それぞれに合ったレコメンドっていうところに先ほど申し上げたんですけども、そういったところに我々の例えばデジタルの強みが発揮できないかみたいなところを実証研究含めてやっていくというところで今考えているところでございます。なるほど、なるほど、そういうことですよね、はい、結局まあそのインセンティブもどういう人にどういうインセンティブを与えれば効くのかっていうところをまず確認をして、でそれをデジタルで実現していくというのは、はい、まあ技術さんが目指されているアプローチ、はい、まあ、そういうことなんですよね、はいはい、それがどんどんできるようになっていくと本当にいいですね、うんうん、それからもう一つですね、川崎市の豊田様の質問ということなんですけども、環境問題などの持続に関する政策の推進にはいわゆる産官学民の連携、が必要不可欠と言われていますということの中で、まあ、誰がリーダーシップを取るのかいう点が課題になるケースがですね、いろいろ参見されているということで、まあ、例えば強すぎる人がいたり、誰もリーダーシップを取らなかったりと、そういったエコシステムの運営上のポイントや苦労話などあれば、ぜひ教えてくださいということでございます。はい、ありがとうございます。まちづくり施策ですね、まあ、誰がリーダーシップを取るのかという話なんですが、おっしゃる通りですね、行政だけ取り組んでもですね、減らせないですし、まあ、事業者さん、市民だけっていうわけでも減らせないのでですね、やっぱりそこは3社で連携をしてですね、取り組んでいくというか、まあ、全員がですね、まあ、みんなで、自分ごととしてですね、やっぱり取り組んでいく必要があるのかなと思ってます。まあ、その中で、まあリーダーシップ誰が取るのかというところでありますけれども、まあ、川崎市で言えば当然市長もすごい脱炭素っていうのを力を入れておりましてですね、折に触れてこう強いリーダーシップ発揮していただいていて、まあ、我々、まあ、職員としてもですね、すごい心強く事業を進めさせていただいておりますので、まあ、企業さんであればやっぱりリーダーの方が脱炭素を必ずやらなきゃいけないんだという意思を持ってですね、まあ、皆さんを引っ張っていただければと思いますし、一般の市民についてはですね、まあ、なかなかご家庭の中で急に脱炭素って言ってもまあ難しいとは思うんですけれども、まあ今の SDGs の流れもありまして、まあ、非常に小学校とかでも脱炭素教育っていうのが非常に進んでいます。でその例えば学校で、お子さんたちがですね、やっぱ節電だとかそういったリサイクルってすごい脱炭素にするし、まあ、社会にもいいし今、まあ、取り組んでいかなきゃねっていうのを学んでいただいてですね、まあ、ご家庭にその話をしていただけるとですね、やっぱり親御さんたちもですね、こう子どもがそう脱炭素にするような取り組み積極的にちゃんとゴミの分別とか
節水だとか節電だとかやってるんだっていう姿を見るとですね、親も当然やらなきゃいけないなと思いますし、まあ、親としても非常に嬉しく思うかと思いますので、そういった環境教育なんかも通じながらですね、一般市民の方にもそういったことを気づいて取り組んでいただければなと思っております。はい、以上です。そうですね、まあ、実は私はですね、川崎市の住民であります。もう30年以上住んでるんですけど、本当にあれですね、若い世代がまだまだどんどん増えてる感じで、そういうね、意識の高い市民も結構多いかなと、私も個人的に思うところでありますので、ぜひそういうところをうまくですね、教育というか、すごい自由だなと感じるところであります。はい。ありがとうございます。そうですね、ちょっと質問も、入ってきてるので、そのあたりも少し触れながらということで、お尋ねしたいと思うんですけども、本田さんですかね、川崎市の取り組みについてということで、まあ、50% 削減にはちょっと足りないんじゃないんでしょうかっていうようなご質問、それから今、EV 推進の場合は必要ですよねっていうような話ですけど、このあたり、まあ、その目標と実現のところのあたりの計画の全体の整合性みたいなことについてご質問してますけど、このあたりはいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。まあ、2030年 50% 削減を目指すには33万キロワットでは足りないということなんですが、この33万キロワットっていうのはですね、こう市内で新たにこう、まあ、太陽光パネルだとかを使って、総エネ、まあ新たに作っていくエネルギーが33万キロワット以上を導入していきますといったような内容でございます。その他にもですね、なんですかね、まあ、電力事業者さん等もですね、まあ、まあ、CO2 を出さないような発電、まあ、水素を使った発電ですとか、まあ、メタネーション技ガスでいうとメタネーション技術を使ったような発電だとかですね、ちょっとそういったものをにも取り組んでいただいているかと思いますので、ちょっとここでいう33万トンというのはあくまでこう、なんですかね、新たに作る電気というような意味で捉えていただければと思います。で、そうですね。はい、よろしいですかね。はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと次の質問ですかね。宇治さん、まあ、からですね、他の自治体を含むコンビニや土地との協力連携事例はありますかっていうことですけど、このあたり伺うでしょうか。川崎は川崎でですね、カーボンニュートラルコンビナートという今計画を作っているので、その臨海部のコンビナートでは脱炭素を目指すという取り組みを、まあ、独自ではやっておりますけれども、特にそこの地域でですね、まあ、他地域との連携といったようなお話はすいません、ちょっと今のところないかと思います。なるほど、はい、ありがとうございます。それからですかね、野田さんからですね、溝の口を選ばれた理由はあるのでしょうか。はい、やはりですね、まあ、CO2 削減というと川崎でいうともう圧倒的に、臨海部が排出量多いんですけれども、やっぱりそこはあくまで産業系の取り組みとして、まあ、減らしていただきたいと思ってまして、まあ、住民視点で考えたときにはですね、溝の口っていうのは、まあ、川崎市、先ほど横に長いというところで説明させていただきましたが、まあ、大体市の中心に位置するような地域でございまして、商業施設とですね、まあ、住宅地っていったものもいっぱいある地域でございます。まあ、そこでですね、まあ、先ほどパンフレットの中でも少し説明させていただきましたが、まあ、積極的に温暖化に取り組んでいるこう丸井さんだとか、JR さんだとか、東急さん、まあ、富士通さんですね、あと市民のですね、活動拠点としてですね、地球温暖化防止活動推進センターというセンターを溝の口に設置させていただいてますので、ちょっとそういったところですとか、
あとゴミの発電の焼却場がですね、まあ、あの令和5年度に稼働するとか、まあ、そういったポテンシャルも非常に高い地域であるというところで、まあ、そういった取り組みがですね、やっぱりあの地域全体に今波及しやすいというようなところからですね、丸井の口というところを選定させていただいております。なるほど、わかりました。そうですね、まあ、水の口本当にね、まあ、私は まさにその衛星なんであるんですけど、まあ、いろんな意味で集積がありますし、あれですよね、取り組みのフィールドとして、まあ、一番いいんですかね。まあ、いろんな検証の中で、まあね、川崎ですと、まあ、最近ですと、ね、武蔵小杉とかも、ちょっと人口も増えたりしてましたけど、まあ、ああいったところへの展開とか、まあ、あるいはそことの比較とか、そういうことは考えられるんでしょうか。ちょっとまだ溝の口で展開始めたばかりなのでですね、立ち家っていうところではまだたどり着いてはいないんですけれども、溝の口でできる取り組みっていうのは、やっぱり他の地域でも真似することはできるかと思いますので、ちょっとまずはショーケースとしてですね、溝の口で実施をさせていただいて、まあ、市内全域にですね、広げていきたいと思っております。はい、ありがとうございます。そうですね、南雲の方からね、質問ということで、これ先ほどの、まあ、連携みたいな話でしたけれども、まあ、環境問題自体は一つの自治体、企業単体では可能しきれない問題ですよねっていう話の中で、豊田さんへのご質問として、広域での連携、例えば東京都や横浜市など隣接する自治体、あるいは神奈川県との連携ですね。まあ、このあたりについては、どのように進められていますでしょうかというご質問です。はい。そうですね。もちろん、各自治体でですね、それぞれ、取り組んでいくっていうのも大事ですけれども、この今おっしゃっていただいたような連携っていうのもですね、非常に重要な取り組みだと考えております。まあ、ちょっと、今の取り組みでいうと、キュート検視っていう取り組みがございまして、まあ、東京、神奈川、千葉、埼玉、あとは横浜、川崎、相模原、千葉市かな、千葉市、埼玉市の9個ですかね。で、広域でですね、そういった脱炭素の PR っていうのをやっていて、その中では家電の買い替えキャンペーンだとか、いろんなセミナーを開催したりですね、まあ、そういった連携地域で連携してもですね、脱炭素を取り組んでいるところでございますので、まあ、そういった取り組みはですね、引き続きやっていきたいなと考えております。ありがとうございます。まあ、本当にね、もう待ったなしの取り組みだと思いますので、いろんな連携が進みながらね、やっぱりそのうまくいった事例とかはどんどん共有していくような、そういう枠組みがですね、やっぱできる必要があるかなというふうに個人的には思いますですね。ありがとうございます。同じ流れの中で池田さんへの質問ということで、まあ、川崎市で事業を展開するライバル企業さんとの連携とかもありえそうですし、あるいは、富士通さん活動する他の自治体との連携、まあ、この辺についていかがでしょうかということでございます。はい、そうですね、かなり難しい質問ですね。ライバル企業、そうですね、なんだろうな、私もともと営業だったんですけれども、まあ、当然その時にはその競合を分析して、まあ、富士通の優位性みたいなのを当然考えていくというところでやっていったと思うんですけど、今私自身の立場としてはですね、より川崎様にとっての仲間だとかパートナーとして見ていただきたいと思っているので、そういう意味だと川崎様のまちづくりにおいて必要であればですね、そう連携事業者っていうのは巻き込んでいくべきだというふうに、まあ、私の立場としては思っています。一方で、まあ、会社全社で見たときに、じゃあ我々が会社として重点領域と置いているところに対してどういうこうケーパビリティを持っているかだとか、あとどういうこう割をお客様に提供できるかみたいなところは当然考えていかなければいけないと思ってますけれども、
まず私の立場としてはですね、まあ、そういったライバル企業も含めて、あの川崎市のまあより良いまちづくりだとか、まちの価値向上に向けて取り組んでいくと、うん、まあ、川崎様のパートナー仲間に通してこう見ていただきたいという思いで動いているというのが私のまあ意見ですと。で、一方でその自治体の横連携という観点、あ、横展開という観点は当然あの 見ていましてですね、当然川崎市様というところに対しての我々の優位性、先ほど申し上げた川崎工場という場があるだとか、そこに市民が住んでいるだとか、市民として従業員が住んでいるだとか、まあ、そういった優位性を生かしてですね、ここでこういう街づくりに対しての我々のこう技術だとか、あとはその価値というところを高めていく、その上で我々が、パイプを持っている他の自治体様にこう展開していくというのは青写真として当然考えていきますし、まあ、ぜひ実現したいなというふうに思っているところでございます。何になってますかね。はい、長尾さんです。かなり難しい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そういう意味では、この水の口の取り組みの中では、まあ、あの複数の事業者様が、まあ、パートナーという形で参加されているということですけれども、この、参加されている企業様同士がこう連携協働して何かアクションに取り組まれるということもあるということだと思うんですけど、具体的に何かもうそういう動きがあるとか、そういうのはあるんでしょうか。これは添田さんですかね。はい、添田さんお願いします。そうですね、脱炭素アクション溝の口の推進会議で創出部会っていうのを作っていて、うん、まあ、そこでは今食品ロスの関係と、あとプラスチックの関係と、すみません、ちょっとすぐ出てこなくて分かんないですけど、ありますか、3つぐらい今事業者さんで連携をしてですね、取り組み進めていこうというような話がされていて、ちょっとまだ具体化まではされてないんですけれども、そういった相談ベースでは進んでいるところでございます。そうですよね、なんかお店同士とかね、いろんな連携のやり方があるような気がします。そうですね、まあ、特に参加主体もですね、IT 富士通さんみたいな IT 企業さんなんとか、政協さんみたいなところも入っております。本当市民団体のところも入っておりますし、まあ、普及啓発を主にやってるような団体さんも入ってるし、まあ、本当にこう幅広い多様な主体が入っていているので、そういった市民活動をされてる方々ってなかなか企業の方と連携させてくださいって言ってもなかなかハードルが高いみたいでですね、まあ、こういった推進会議で、まあ、プロジェクトチームみたいなのを組めると、まあ非常にありがたいといったようなお話もいただいてます。結構溝の口の地域周辺でもそういう市民活動結構お盛んなんですね。そうですね、まあ、先ほど言った温暖化防止活動推進センターっていう中間支援施設がございますし、まあ、そこでは温暖化防止活動推進委員さんってい こう市の方から移植した温暖化防止の活動していただいている方がいらっしゃいまして、まあ、そういった方々の活動も活発で、まあ、先ほど言った環境教育みたいなのもですね、実はしかこう直接やってるんではなくて、その推進員さんたちが小学校に出向いて出前授業とかやっていただいてるんですね。でも今年も100校近くですね、行って、温暖化の授業をやっていただいているということでですね、まあ、非常にそういった意識の高い方がですね、まあ、多いというところで、はい、事業者様ともですね、一緒に連携をしてやっていきたいみたいな声はいただいております。なるほど、まあ、そういうことなんですね、まあ、それは本当にそういう市民参加のやっぱり重要な、まあ、ステークホルダーというか、まあ、ございますので、そういうところと企業とのうまく連携される、まあ、行政も重要ですけど、まあ、まさに公民学の連携というような感じですかね。ありがとうございます。はい、続いて、河野様とお見せ目ですかね、官民連携のワクワクする取り組みかと思います。デジタルを用いての行動変容の実現について、具体的なイメージがあまり湧かないんですが、言える範囲で具体的に何か教えていただけますでしょうかということですけれども、ここは池田さんどうでしょう。あ、はい、ありがとうございます。そうですね、先ほどその5つのキーテクノロジーって話を私の方からさせていただいて、
例えばコンバージングテクノロジーって話をさせていただいたんですけど、何でしょうね、これまで例えばその映像に映った人の動きから、まあ、その人が今何してるかみたいな行動分析技術みたいなことをやってきたっていうのが我々としてあって、そこにこうコンバージングテクノロジーって感じだと、もう一個こう先で行動科学分野の知見をこう融合させてですね、人が次どんな行動を取るのかみたいなところを予測をするみたいなところも今研究としてやってきています。で、例えばその行動変異において言うと、次この人はこういう動きだとか、こういう行動パターンがあるよ。例えばじゃあそれに対してこういうレコメンドを打ったらいいんじゃないかということで、そうよりこう自発的にとか自然にこう環境に良い行動だとか、社会課題解決に資する活動にこう市民をこう誘導していく、ないしはこうアプローチしていく、それがこう市民にとって全然負荷にかからないような、そんな世界観をイメージしていてですね、そんなこうデジタルを用いた、アプローチっていうのをまあ富士通としては考えていけるんじゃないかなというふうに今考えてはいますね。なのでいくつのキーテクノロジーとこにこう注視しながらですね、やっていきたいなとは思っています。答えになってますかね。なるほど。やっぱりあれですよね、その属性とかその行動、まあ、一人一人に応じて、まあ、先ほどの2000人もしてないですけど、うん、まあ、いろんな土地での行動を促すためのプッシュ型のみたいなものが、うん、まあ、デジタルを使えばかなりきめ細かくできるということなんですね。まあ、そういったところもまあ検証実証を含めてですね、川崎さんと一緒に例えば脱炭素化水の口の場を活用してみたいなところもぜひ一緒にさせていただきたいなという思いで、今一緒にさせていただきます、ね。健康プログラムね、はい、結構ね、はい、いろいろとありますけど、環境行動変容プログラムみたいな、ね、はいはいはい、そうですね、はい、ありがとうございます。はい、楽しみですね。でいろいろとできるのがいいなと思います。はい、それで次が平野さんですね。どの自治体に脱炭素で水素やメタネーションの提案をしています。再エネでの電力確保が難しいため、結局排出係数が勝負で、電力会社の排出係数で非化石電力を増やすのが難しいと皆さんおっしゃいますが、川崎様の認識はどうでしょうかという、ちょっと非常に専門的なご質問が来ておりますけど、いかがでしょうか。はい、川崎市ではですね、水素に非常に力を入れているところでございまして、うん、まあ、水素戦略というものも作っているんですけれども、一方で今川崎の臨海部でのですね、発電能力、排出係数の話をいただきましたが、電力自体はですね、一般家庭でいうと、まあ、首都圏の一般家庭のですね、消費量に相当する約800万キロワット以上のですね、発電能力というのが臨海部にございます。で、今のカーボンニュートラルコンビナート構想でですね、計画しているのは、そういった発電施設についてはですね、こう海外から CO2 フリーの水素等をこう輸入をしてきてですね、発電に使っていただこうといったようなことを考えてございます。まあ、なのでそういったことが実現されればですね、CO2 フリーの水素の輸入になりますので、そういった排出係数というのも非常に下がるかと思いますので、そういったことが実現できるようにですね、一生懸命市として取り組んでいきたいと思っております。はい、はい、ありがとうございます。そろそろいい時間にもなってきております。まあ、質問も大体で尽くしたところかと思いますので、今日のところはですね、ちょっとこのあたりでと思っております。まあ、せっかくでございますので、最後に、それぞれ、二方からですね、ちょっと、視聴者の皆様へのメッセージ、あるいは今後の抱負みたいなものをいただければと思いますが、最初に、富士通様いただいて、その後、川崎様ということで、締めたいと思いますが、よろしいでしょうか。では、富士通の池田さん、一言お願いします。ありがとうございます。これね、聞いていただきました、本当にありがとうございます。我々も川崎様と一緒になってですね、市民の声を吸い上げながらとか、よりこう市民に近い立場で川崎様の社会課題を解決していくと、でその先にはですね、全国世界に向けて我々のテクノロジーがこう生きるような、そんな世界観を描いていきますので、今後ですね、どんどんこう発信していけるように川崎様と取り組んでいきたいなと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。じゃあ続きまして、豊田さんお願
願いします。はい、本日このような機会いただきましてありがとうございます。本当に地球温暖化対策というのはですね、もう危機的な状況になってございますので、本当にこう誰かがやってくれるとかっていう意識ではなくてですね、もうそれぞれ、家庭でもですね、企業でもみんなが自分ごととして本当に捉えていくことが重要かと思っております。こういった機会でですね、意見交換だとかさせていただくことによって、こういろんな方にまた波及効果というのも広がっていくかと思いますので、ぜひこういった機会、またありましたらご参加をさせていただければと思います。引き続きですね、我々行政も脱炭素化に向けて、取り組んでまいりますので、皆様にもご協力をいただければと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日ですね、おそらく自治体、他の自治体の皆さんも多く聞かれていると思います。ぜひ相互にですね、まあ、いい成功事例とかは共有しながらですね、まあ、日本全体というか、まあ、もう地球全体ですよね、脱炭素の取り組みが、まあ、進んでいくことを、ぜひ、これで期待したいというふうに思います。本日はですね、川崎市の豊田様、それから富士通の池田様、本当にありがとうございました。それから視聴者の皆様、ありがとうございました。じゃあ、これで終了とさせていただきたいと思いますが、ちょっと最後に事務局からですね、今後のウェビナーについてご案内をさせていただいて、終了とさせていただきたいと思います。ちょっと画面をお借りします。本日ですね、ご視聴いただいた皆様には、この後アンケートが自動配信されますので、ぜひご協力お願いしたいと思います。簡単なアンケートでございます。よろしくお願いいたします。それから今後のウェビナーでございますが、今週は今日の PM でおしまいということで、来週はですね、1本ですね、マンスリーピッチということで、自治体の皆様向けに、4つのですね、スタートアップの皆さんが、プレゼンをするというイベントでございます。恒例のピッチがございます。それからその翌週はスマートシーンシリーズ、さらには地球と市民のウェルビングシリーズというような形で続きます。4月の7日はですね、私どもの自治体様向けのアンケートを毎年やってるんですけども、それの調査結果の発表とそれを踏まえたディスカッションということで、ここに出ております豪華メンバーでですね、やりますので、ぜひこちらの方もご視聴お楽しみいただければと思います。はい。それでは、本日はですね、これで、ウェビナー終了とさせていただきたいと思います。ちょっと冒頭からですね、ちょっとネットの環境が今一つでございまして、すみません、ナグモの方もですね、参加できなくて、まあ、ちょっと質問での参加となっておりまして、大変申し訳ございませんでした。それでは本日はこれで終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。失礼します。